にちは、飼育員斉藤です。ということで今日は、ある霊能者の先生の方に来ていただきました。佐藤先生です。よろしくお願いします。すいません、ありがとうございます。来ていただいて、まずですね、佐藤先生がどのような先生かということをちょっとご紹介させていただきたいんですけれども、こういったですね、まず書籍を書かれている先生なんですよ。部下の使い方、上司の使い方、こちらどういった本なんですか？だから仕事とかしてるとなかなか相性が悪い人とかいるじゃないですか。まあいますね。そうですね。その人をどういうふうに考えて、どういうふうにエネルギー的に攻略していくかとかっていう内容のものも書いてるので、割と仕事の上下関係に特化した形の、そういうのをいわゆる、ちょっと僕先ほどちらっと読ませていただいたんですけど、エネルギーカウンセリングで直していくような感じ。そうですね。あのパワーバランスとかそういうふうに見たりとか、力加減とかエネルギー加減で見て、この人はこういうふうな属性を持っているから、こういうふうに攻略した方がいいんじゃないのとか、まあ、大体癖があるので。なるほど、うん、だからリアルな目線といわゆるちょっとスピリチュアルっぽい目線と両方って感じ。なるほど。確かに僕もぶっ飛ばしてやるとかいましたからねなんかそういうのを整えていくような感じ。もう一冊こちら、魂の再起動、魂の声に耳を澄まし未来を見通す方法。これは高城剛さんと協調って感じなんですね。そうですね、はい。あの後ろの方に南コーナー的な形で僕が書いてる、はい、なるほど、はいはいはい、コーナーがあって、こそこ、まあ、高城さんに寄稿していたり、そういうスピリチュアル的なことを教えてるので一緒に書きませんかって言われて、はい、でこれのもう一個別の方で肉体を改造するって、これは魂を改造というリセットして、英語の方で、もう一個赤い本でボディリセットの方があるので、2冊でこう魂と肉体両方っていう意味のやつで、僕は魂の方のやつを。なるほど、なるほど。魂の専門家という立ち位置と、高城さんと。はい、ちょっと今びっくりしたんですけど、魂って改造できるものなんですか？一応形があって、はい、その形、まあ、いわゆるエネルギーの根源みたいな状態なんですけど、はい、それを基本的に、やっぱりその、なんですかね、いろいろ輪廻転生を繰り返す中で形がいびつになってたりとか、あの本来持ってる形からずれていっちゃったりとかした場合、それをやっぱり軌道修正したりとか、そういうような形でエネルギーをやっぱり足りないところ補充していったりとかっていう形で、まあ、元の綺麗な形に戻すとか、もともと綺麗だったのを膨らますとか、はい、そういうふうなやり方をしてやり方はできるので、はい、そういうふうなのと、あとはやっぱりその精神的なものをやっぱり上げる上げないでやっぱり変わってくるんで、はい、それをこうちょっと一緒に、こちらの方で、うん、まあ、確かに魂ぐちゃぐちゃになってるからこそ変な方向に行っちゃってる人っているなって普通に見ててちょっと思いますよね、うん、なんかスピリチュアルっぽい目線じゃなく見てもたまにいるじゃないですかということで、まず、佐藤先生が、どういったものが見えるのかと、その前にどういうきっかけで、あ、なんかちょっと人と違うものが見えるんだなっていうのに気づき始めたんですか？僕基本的にちっちゃい頃から変なの見えてたんで、はい、物心ついた時から。そうそうそう、だからあのよくお母さんと買い物とか行った時に、はい、変なの、まあ、黒いものがもやもやしてて見えてるから、うん、ね、お母さんあれ何って言うと、見えません、いません、見ちゃダメです、そういうもんですよね、そうそう、はい、って言われて、まず子供だから、あ、なるほど。そうですよね。で、それで、小学校ぐらいになると、やっぱりうちの父方のおばあちゃんもやっぱり勘が強いし、うちの母方の家も勘が強いうちだったので、はい、父方の方でおばあちゃんから、なんかあそこになんかこういうふうな人が立ってるんだけどって言ったら、うん、あ、あそこのうちの人そろそろ、じゃないみたいな話をすると、やっぱり3日4日後ぐらいに、送り。うん。っていうことが何を見てたかっていうと、はい、お迎えが来てるのを見ちゃってるわけですよね。で、目を合わせるなって言われてたんで、はい、まあ、で目を合わせないで部屋に引っ込んで、言い方あれですけど死神というか、そうですよね、うんうん、その類とか、はい、よく真っ黒い影で表されるようなことですよね。不思議ですよね、目がないのに目を合わせるなって言われる感覚って。そう不思議な、なんかあのナマズが立ってるみたいな感じっていうか、はい、リルンとしたやつが立ってるような状態で、あれは何なんだろうって。でもやっぱり、うん、あの言われて、何回か言われて危ないから見るなって言われると、はい、大体察するんで、はい、幼心的に、ああれかあれを見えたらとりあえず近寄らないで、うん、あれを見えたらうちの母親にどこどこの近くに立ってたよって言って、うちの母親がいそいそと準備します。そうなんですね。だからお母さんもいないよっ
って言ってはいつつも、うん、やっぱり分かってはいるんです、ね、分かってるし、根本的に田舎ってやっぱり どっかで観光総裁があるとみんな手伝いに行かなきゃいけないから、そうですね、そうそうそう、それをすると、まあ、僕が言うと、あ、そろそろなのかなって言って、うちの母が、まあ、なんか気になって、うん、準備したりとか、もともとちょっと大きい田舎の地主っぽい家なので、なんかあったら必ず呼ばれちゃうから。じゃあ結構家系的に少し見える方が多い家系ではあるんですね。そうですね、なんかうちのおじいちゃんのうちの父方のおじいちゃんのうちがもともと地主とかなんかそういうふうな家系で、はい、父方のおばあちゃんのうちの家系が神主とかそういうふうな地元の神社の巫女さんとかして上げてった家で、はい、母方のおじいちゃんの方が宮大工さんのうちの家系で、母方のおばあちゃんのうちの方が山伏のうちの家系らしい。すごいですね。なんか本当に由緒正しい家系にの間に生まれたのが、能力的には由緒正しいみたいな感じっていうだけなんですけど、なんか小さい子が見えてて、なんか僕も見えてるし、真ん中の弟も見えるし、一番下は見えないだけ、はい、だから 3人って2人は見えますね。でしかも覚醒遺伝に近いですね。そう、だからうちの父は全くの何にも、うん、うちの母親がかろうじて、あ、あ、あっていう感じ、うん、時折、うん、あ、でもやっぱり覚醒遺伝、そして、まあ、やっぱり遺伝的に見えるようになる、そして血縁で、うん、出身は東北の秋田です。あ、秋田やっぱり上の方なんですね、うん、やっぱり上か下かってどちらか端の方が、そうそう、端の方がやっぱりどうしてもなんか血が混ざってると、はい、霊感強くなりやすいんで、ですね、うん、本当にやっぱり東北は北青森の方か沖縄か、そう一応沖縄なんで、その父方の方、うん、やっぱそういうので入ってくるもんなんですね。そう、やっぱり局の方だといろんな大陸の血が混ざってる人たちが来るんで、はい、だからその血が混ざってやっぱりハーフとかの子とかもすごい見やすかったりとか、結構多いの、僕のお客さんとかで、まあ、ハーフだったりセクシャルマイノリティだったりっていう方とかって本当に見える方多いですよね、うん、まあ、多いですね、うん、非常に多いですよね。僕もテレビに出させていただいたりとか楽屋でお話しするタレントさんとかで、うん、本当に特にセクシャルマイノリティの人が見えるとか感じる人すっごい多いなっていうふうに思ってて、うん、で僕自身も女性ホルモン型って言われてるんですよ、うん、その乳でかかったりとか、うん、なんかすごいいろいろあるんですけど、なんで結構やっぱそのホルモンがどっちもあるっていう人っていうのって見えたりするもんなのかなっていうふうには思います。そうですね、僕も基本的に、はい、生殖染色体異常なので、男の体してても女の体なんで、僕もホルモン異常で、あ、生体ないですし、あ、そうですか、喉元気がないから、あ、本当だ、あ、そうなんですね、うん、なるほど、あ、じゃあ幼い時からずっと見え続けてるんですね、そう見えてるし、何かしらなんかその場所に行くと頭痛がしたり、めまいがしたり、あと耳鳴りとか、あといきなり口の中に味が出てきたりとか、味、うん、鉄っぽい味がバーって広がってきたりとか、人の味ですね。そうだから五感が変わるんですよね、はい、うん、はいはいはい、うわそれはちょっとわかります。味、うん、味覚とか五感が少し変化が現れる。一番多いのはダントツで耳の奥なのに耳鳴りですよね。そう。耳鳴りずっとして、はい、で耳鳴りがひどくなってくるとまずちょっとこう、あれみたいな、ちょっと軽いめまいがしてきて、はい、でひどいと口の中の味が鉄っぽい味っていうのが酸化鉄みたいな味がする。まあ、僕らというか僕なんかはよく近しい人と言ってるのは死の味というか、死臭じゃないですけど、うん、味覚に近いなっていうふうには個人的に思ってて、なんかそれは確かにちょっと分かります、うん、はい、でこういった能力を佐藤さんご自身は職業にされたりしてたんですか？そうですね、今も職業にしてますけど。あ、そうなんですか。もうこれしかできないかな。ここまでなっちゃってたらこっちの方で振り切っちゃった方がいいかな。もともと大学卒業してから2年間学校の先生だったんで。あ、そうなんですか、うん、ああ僕なってないですけど、僕も教員免許は持ってるんで。そうでも学校の先生やってると何が起きるかっていうと、はい、生徒が悪いことするじゃないですか、はい、そうするとやっぱり感覚で分かるんですよ。ああ親が何か問題を起こしてるなとか、 DV だとか、そう、はい、とか不倫とか、うん、はい、でそうすると生徒がそれを知っちゃってて、もうそれで荒れてるのに、結局学校の方から指示するのは生徒さんが悪いですよって親に言って、結局親が生徒を怒っても、悪いことしてる親に怒られたら生徒がますます反発するだけで、あ、う
なるほど。それはもう学校側の立場として教員としてそうするしかないんですね。しないから、そうそう。で結局僕がやったのが生徒に悪いことした生徒に、はい、お前がこういうふうに荒れてるのはちょっと申し訳ないけどお前の勝手にこういうふうな問題があるでしょって言ったら、なんで知ってるのって、まあ見えちゃうでしょうがないから、で親を呼んで、まあ、その時副担任だったんですけど、はい、担任の先生があのスポーツ大会にね、あの親を呼んで、はい、あの息子さんがこういうふうになったら、まあ、申し訳ないけど親はこういうふうなことをしたから、うん、それを知ってるから申し訳ないけど怒ってもうやめないですよって言ったら、うんうんうん、はい、いきなり逆切れされて親に若造のくせに何言うんだみたいな。そうか、2年目ですよね。そう、あでもその後にその生徒悪いことしなくなったんですよ、ペロッと。はあ。で言われたのが、いや先生が分かってくれたからもういいよって、理解者が生まれたから、そう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 、いいよって、もうとりあえず俺はもう就職したら家出るから、うん、もうでも先生が言ってくれて、 俺の代わりに親に本当のこと言ってくれたからもう僕いいよって言われて。人間は年を取れば取るほど自分の非が認められなくなっていきますからね。やっぱり逆切れしか手段がないんですよね、親は。うん、で結局悪いことしてるのはお前だって子供に圧力かけちゃうし、で多分教師に言われたら悪いことしてるのは教師だってなりますもんね。そう、うん、ってなっちゃうと、だから結局そういうふうなことを、子供は逆に言うと僕の子を好きだったんだけど、うん、でも親が僕のことを嫌いで、そのなんか校長とか県教育委員会みたいな、クリーを子供を洗脳したみたいな。子供はそれを、ね、認めてほしいっていうか謝ってほしかったりとかっていう、うん、一言ごめんねって済むんですけど、かもしくは分かった分かった、それをねもうとりあえずお前が嫌だったらやめるよって、うん、やめなくてもいいからやめるよって言ってくれればいいのに、やめないから、うん、それは荒れますよ。そうですね、うん、アレキソン教務士をやっていて、これは自分が見えてしまうことと、この教員を信念持ってやり続けていくことを両立させるのがちょっときついということですね。きついですね。やっぱり若いうちは発言権がないから、結局発言権を持つまで時間がかかるし、それまで耐えなきゃいけないし、その間に何人もトラブルが起きた時にこっちに頼ってこられてもどうしようもないから、それで結局だったら悩み事だけ聞いてやった方が早いやと思って、うん、こっちの方に。そうですね、うん、しかも見えて感じてしまうと一個すごく弊害になるのが、何も起きてないのに分かっちゃうことありますよね。分かる。 あとはこう先読みして分かる、はい、うん、ああまずいかなみたいなとか、うん、ああここはうまくいくなっていうのが分かると、それに合わせてこの人ちゃんと動いてくれるかなとか、変な心配が出たりとか、やっぱりそういうふうに動いたんだ、そうなっちゃうね。まあ、心的ストレスが増えたりとかしちゃうし、はい、なるほど。それでちょっとその教員の業界からドロップアウトされて、まあドロップアウトもそうだし、まあ、うん、他にもトラブルが何個かあったんですけど、はいはい、うん、そこからもがっつりいわゆる霊能者というかっていう感じだったんですか、それともなんか、ちょっとパッケージングが違うような感じだったんですか。最初、はい、僕友達と一緒に東京出てこようとして、はい、一緒に暮らした友達がいて、はい、その子と何したいって言った時に、なんか芸人になりたいって言って、おそう2人で、はい、なんか芸能事務所に行ったんですよ、ね、はい、そしたら中知らないけど僕だけ登録していいよって言われてそれで友達怒って帰っちゃって、僕は友達から誘われたから来たから、じゃあ森も一回帰るって言って一回帰って、その時もともと学校の授業でパソコンとかプログラムを教えてたんで、はい、そこの商工会とかの人のパソコンを教える先生みたいなのをちょっとやったんですよ、はい、で傍らもともとこういうのができてたから、はい、もうこういうのは高校の時から占い、タロットの占いやって、先輩になんか、ね、あのリフトのレモンティーを奢ってくれたら占いますよとかやってたんで高校生の値段そう値段でやってたんで、ね、だからまあちょっと小銭稼ぎで やればいいやみたいな形でやってたんで、うん、でも結局タロットはあろうがなかろうが見えちゃうから、うん、もうそれで霊視の方向に。なるほど。それで、まあ、まず霊視しますよということで、じゃあここから実際になんですけど、うん、先生が、霊視をするっていうのを生業とされるようになってから、どういったことをするっていうのをいわゆるクライアントさんにやってたんですか。いや、まあ、悩み事の相談とか、はい、そういうふうなので、まあ、子供が将来どういうふうになるのかとかっていう人もいるし、あとやっぱり子供関係で言ったら、ここの学校が受かるか受からないかとか。まあ、それはよく来ますよね、うん、はい、それは確かに、それは まず努力次第ではとも思うんですけど、はい、でも確かによく来る悩みですね、うん、でもそれに対して僕なんかはすごい薄情な話ですけど、うん、おそらく
先生が冒頭おっしゃった魂の形に近い話なんですけど、うん、人間って 95% ぐらいが遺伝で決まるらしいので、うんうん、って考えると、まあ、その遺伝に沿ったところにあなたのお子さんは行きますよっていうふうに答えるしかないなっていうふうには思っているんですけれども、うんうん、なんでまあ落ちようが受かろうがその人にとって必要な道に進んでいるって考えればいいんじゃないですかねっていうふうに思って、で僕は答えるんですけど、うん、先生はそういう時にどういう風に見てどういう風に答えてらっしゃるんですか？僕はもともと教員の感覚があって、はい、進路指導とかもしてたので、他の大学に行きたいんだったら偏差値があとこれぐらい足りませんって、はい、でこの偏差値が足りない時にこの教科とこの教科のここが苦手だと思うんで、まずここをそこにしてここまで持っていかないと絶対受かりませんって、まずそこからアドバイスするんですよ。ちゃんとしたアドバイスですね。で結局今練習してる限りだとこの家庭教師だと絶対そこまでいかないから、この家庭教師じゃなくてこっちの家庭教師に変えてください。ここが他の人と一味と二味と違うところですね。でこの単位のコマは この時間のこの単位のコマの先生とは確実に一回トラブってるはずだから、この単位のコマで授業は絶対聞いてないから、これはもうオンライン授業かなんかに切り替えて、もう無駄なお金かけないで、もう家庭教室つけるかなんかで一人でやってくださいっていうふうに言って、なるほど、そういうふうなやり方をして、まあ、どこまでお金かけれますかって聞きます最初。なるほど。子供の大学受験に医学部に受からせたいって言ったら、どこまで子供 の、 あの塾とかそういうふうなお金かけれますかって言われて聞いて、これぐらいまでだったらかけれますって言われたら、じゃあそれの中でできそうなあの偏差値をどこまで上げるかとか、あと学校によって受かりやすい受かりにくいっていうのを全部練習して、ここの大学だったらギリギリ通るから、ここのラインを狙って、これ以上行きたいんだったらこの教科とこの教科をもう20点底上げしないとダメ。いわゆる僕にお金かけれますかという意味ではなく、うん、お子さんが家庭教師変えたりとか、うん、教材変えたりとかのにどれだけお金かけれますかってことですよね。そう、うん、はい、ああ、そこまで見えるんですね、うん、それ相当ですね。いわゆる相手方の、行ってらっしゃる家庭教師さんだったりとかの魂を一個下ろして対話して、いわゆる先ほどのこれじゃないですけど、うん、魂の形とか呼吸が合っているかどうかっていうものを考えてみて、うん、あ、合ってないなと思ったらチェンジとかってことですね。そうそう、あと教え方が合ってるか合ってないかのチェンジだし、あとはその、まあ、相性的なものでもチェンジかけたり、もうちょっと体を増やしてもらっても大丈夫ですよってのもあるし、あとはその本人がどこまでやる気、ここの大学に向けてやってる気があるかないかとかっていうのも全部 見越した状態で、いや今の感覚でこのままだらだらやってたらここの大学までは行くけど、これの上の大学は絶対無理だから、もう滑り止めでこっちを受けておいて、こっちが受かったらちょっと調子こいてこっちまで受かるような気がするから、まず滑り止めをもう2ランク下げてくださいとか。なるほど、うん、ということはもうあれですね、もう本当に、あ、実際多分他の人の相談じゃ絶対に得られないような、うん、すごく個人的な情報まで先生に相談したら得られるってことです。そう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 、実際それでやっぱりなんすか、相談来た方のお子さんとか割と医学部行ってます。はあ、すごい。医学部、あと理産とか、あとやっぱり弁護士だとか、はい、法学部とか、そっちやっぱり僕のお客さん結構割と いい大学を狙ってる人が多くて、うんうん、だから変な話ですけど、いい大学を狙っているお子さんの親だからこそ先生にたどり着くみたいなところもあるのかもしれないですね。あとやっぱりこういう風なのに聞いても聞くっていうことにお金をかけてても子供を受からせたいって思ってる、やっぱり気合があるから、うん、普通の親だとなんかそこまでみたいな形になっちゃうけども、で教え方が悪い場合、はい、受け取り方が悪い場合、あと何ですかね、そもそも波長が合わないと、うん、大体この3つのどれかなんですよ、成績上がらないって。だから結局それのどれかを潰していって、相性のいい人とか教え方とか頭に入りやすいのを教えてくれる先生とかをパーってこう組み合わせていけば最低限底上げはできるんで、うん、あとは自分でちゃんと勉強してみてっていう、うん、もう土台だけ OK だよって状態にしておかげれば、あとは大丈夫だよって、当日ね、お腹壊さないでねみたいな、インフルエンザなんないでねみたいな。それでおそらく評判が評判を呼び、おそらく最初少ない人数を相手に霊視だったりとかっていうのをお仕事にされながら、多分どん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 名前が大きくなっていって、うん、いろんな人と多分つながるようになったって感じですよね。そうです、そうです。なるほど。それで多分こういう書籍だったりとか書籍出版するっていう感じになったりとか、うん、まあ、それこそ高島剛さんと対談してるわけですからね。そうです、そうです。そういったところまで多分ポンポンポンと多分実力あったからこそ上がっていったってことですもんね、うん、
ただ、ただ見えますって言って適当に言ってたらこんななるわけないですからね。ただ、やっぱり僕思うのは、学校の先生やっててよかったなと思います。2年間でも人の渦の中にいたから、はい、教員ってやっぱり人の、はい、なんですかね、気持ちの渦の中にいて、それを全部いろんな方向から見てたんで、やっぱり一つのクラスを見てても40人がいるわけで、なんかそういうことをしてるから、なんかこう客観的にきっちりと問題をちょっと見ないと崩壊しちゃうんで、全体を見る客観力、バランス力みたいなのっていうのは教員をやって、そうそうそう、教員でないと基本的になんかもともとなんか変な性格なんで、みたいなところがあるんで、僕もそれは多分教師は僕はやってないですけど、うん、お笑いをやっていてよかったなと思ったら多分同じと思うんですね。うん、そうそう、あの客の反応が見れるとか、はい、そうそう、顔色見えると、うん、全体を見ながら一個考えなきゃいけないっていうところが、うん、そう、大事なところですよね。それができないと基本的にこの仕事無理ですよね。うん。